真剣模試は、ベネッセコーポレーションが、大学受験対策に行っている、民間模擬試験、同社の登録商標である、寸大予備学校とともに、寸大、ベネッセ模試も展開している。受験者数が多いこと、母集団が安定していて信頼性の高いデータが得られることが特徴。申し込みは原則として、学校団体受験のみとなっている。なお、 進学研究会が首都圏で実施している V も2と混同されることがあるが、運営団体も含め別のものである。藤田健は、同じくベネッセが行う模試である、スタディサポートと比べて、出題範囲が狭くかつ難易度の幅が広いため、新研模試の受験生の偏差値は散らばるようになっていると述べている。また、模試の結果として受験者から得られる情報は、 ベネッセガーで加工されて受験者にフィードバックされる。合格可能性判定は受験生の成績に応じ、A イコール80%以上、B イコール60%以上、C イコール40%以上、D イコール40%未満の4段階で判定される。ベネッセコーポレーションが実施している民間模試である新券模試は全国の高等学校3000校が利用しており、 受験者数は約40万人に達する。具体的には、2013年度の大学入試センター試験の受験者数54万3271人に、対して2012年度3年生の総合学力マークもし、6月の受験者数は43万9334人に、及びセンター試験受験者数の約81%に上る。 中沢敏弘はこれを社会的な影響力も大きい、かなりの効率としており、全国の進学希望の高校生が受験していて、安定した母集団に基づく、信頼性の高いデータが提供されると述べている。大学進学を希望する学生だけでなく、大学側も、もしの結果提示される、大学偏差値を指標として利用しているケースがある。国立情報学研究所の ロボットは東大に入れるかプロジェクトでは人工知能の読解力の指標として2016年の真剣模試の総合学力マーク模試6月が使用された。真剣模試はある程度の決まった時期はあるものの実施日は全国で統一されているわけではなく学校によってばらつきがある。インターネット掲示板上に模試の問題と回答を書き込み試験日の異なる他の高校の生徒が 事前に答えを用意する、いわゆる、ネタバレが2005年頃から確認されている。その後はツイッターをはじめとする各種ソーシャル、ネットワーキングサービスや、インターネットオークションサービス上でも、電子マネーを介した、問題回答の売買が行われている。すでに不正な取引の削除申請に乗り出していた、ベネッセは2018年から、メルカリヤフー、 楽天グループの3社と連携を開始したが、SNS については、SNS の運営会社の裁量となるため確実な対処には至っていない。真剣模試は学校によっては、内部進学の合否判定や、クラス分けの基準に用いられることがあるほか、予備校では、模試の成績で特待生が決まるケースもあり得るため、そういった場合には、模試のネタバレにメリットが生じてしまう。 しかし外部進学の場合、真剣模試は内進展や大学推薦に影響することはなく、また不正を行っても自身の学力が実際に高まるわけではないため、一般にネタバレにメリットはないとされる。また、模試の不正によってもたらされるデメリットとして、弁護士の坂口康氏は以下を指摘している。社会情勢の変化を受けて改定される学習指導要領を踏まえ、 日本全国の専門家や教員と共に制作される。ただし科目レベルの担当者は少数であり、作文者の裁量が大きい一方で、責任も大きい。ありがとうございます。